こんにちは、私がプリキュア川村です。 N さんです。いえ、ということで今回は N さん、はい、別注じゃないんですけど、あのビスポークブランドのジン&トニックに頼んでいた、はい、夏用のパンツ1本作ってくれ、はいはい、というのが届きまして、はい、こちらジン&トニックのシビルフォーサマーを、はい、紹介しようと思います。はい、今秋冬に向けてちょっと活動を休んでいるんですけど、はい、あのジン&トニックがね、なんですけどパンツがやっぱさ人気なんですよ当店って。ああそうですね。でやっぱジントニにも作ってほしいなと思って、別に別注とかではないんですけど、もともとあった秋冬のシビル、はい、あのタイトシームレスのやつあったじゃないですか、はい、の形にこの生地を載せたものになるんですね。でディティールもちょっといじってあるんですけど、はい、今回それを紹介していきますね。はい、でパッと見さ、うん、もうちょっとこのマナミスとかさアルチザン系のブランドに近いようなこの生地感。ああそうだね、生地の質感、そう、はい、すごい特徴的だと思うんですけど、はい、素材は何でしょうか。これね、うん、分かるかな。リネン、うん、55%コット45%。こいつ知ってんな。もうオンラインサイトに載ってるからな。正解です。はい、ぴったんこ正解です。リネン55のコットン45の綿傘のコットンリネンのバフです。はい、でバフってじゃあ逆に何か知ってます？バフをかけるとかよく言いますけど、うまー、そう、そのバフをかけるとは違うんです。違うんだ。多分あれ違うと思う。はいはいはい、まあ違うよね多分。あのバフは本当英語のバフでしょ。 BUFF とかじゃない。はいはいはい、じゃなくてこれは馬の布と書いてバフです。はい、でも、うん、なんかカバーとかに使ってたとかそういう味じゃないのかな。あ、だからそういうノリだね。その馬に乗るときに馬と鞍の間、鞍を乗せるわけじゃん、鞍とかつけるじゃん、うん、馬に、はい、それの間に敷く、馬と鞍の間に敷くものがバフって言われるもので、で高密度で織られた平織りのものがバフになるんですけど、その織り方で55% リネンにしてますっていう、はいはいはい、面白い素材で、だから目は詰まってるんですけど、はい、リネンのシャリ感とかプラスコットンの張りみたいのがあって、うん、うん、マジでめちゃくちゃ打ち込みのいい、本当に超高密度な高温で目を詰めたような、生地がギュッとこうシュリンクして目が詰まってるような生地感に近いんですよね、はい、だから電子の超高密度ナイロンベンタイルミルクロスに近しいようなこう張りとか生地感がちょっと感じられるかもしれない。はいはいはい、エンさんいいよ、ちょっとそれは触ってみて、お触り OK にします。1回だけ、1回だけだよ。戻れ、はい、もう時間だから。どう、感想は？本当にガッチガチお触りしてガッチガチ、ちょっとまた意味変わってきちゃうけど、その目が、うん、本当になんて隙間があんまないような、ないね、うん、でもそのさ糸自体がちょっと太めなのかな、うん、だからなんかちょっとごわつきもあってみたいな、はいはい、それまさに書いたんですけど、多分コットン 100% のいわゆるバフ、通常のバフって、はい、僕昔イールの桜コートっていうものを取り扱ってて、それがバフだったんですね。ああはい、でやっぱそのバフっていうのは本当にソリッドでつるんとした、どっちかって言ったらタイプライターとか、あーブロードに近いような素材になるんですね、はいはい、高密度の平織りだから、はい、なんだけどこれ 55% リネンが入ってるおかげで、表面の凹凸とか糸の織りとかが目に見えてわかるじゃん、うん、だから通常のバフよく完全に生地の質感が、はいはい、分かりやすく視覚的に見えやすくなってると思う。うん、ゆえにそのどちらかといったらアルチザンな匂いになっているんだと思う、はいはいはい、それがすごい面白いよね。確かに。だから N さんもそうだと思うけど、生地としてめっちゃ好きじゃないか。そうだね、ね、めちゃいいよね本当に。なんか昔のさヴィンテージのさ、うん、そのああいう素材感、だからその、ね、丈夫さを重視した、そうそうそう、うん、目がすごい詰まっててで壊れにくくてみたいな、うんうん、なんかすげえ作り込まれてる素材だよねこれ。そうだね。いやこれはかっこよすぎるでしょ。でちょっと色もね変わってて若干しらっちゃってるんだよね。ああそうだね、スミクロっぽいような、そうブラックなんですけど一応これ、はい、色の表記はブラックなんですけど、こうちょっとしらっちゃけてて、昔ボーガンであったんですけど、なんか天然染色で黒って出ないんで、インディゴを煮詰めてブラックにしますみたいなものがあって、それがインクブラックって呼んでたんですよ。あに近くて、はい、ちょっとこう青みを帯びたブラック、うん、
になってて、この色も綺麗なんだよね。そうだね、うん、それがね結構真っ黒じゃないのもいいかなっていう、より一層この生地の質感を表現してるかなって思いますね、うん、はい。でシルエットなんですけど、シルエットは、まあ、サイドシームレスになってて、はい、フロントにワンタック入ってて6センチぐらいかなが入ってて、でストンと落ちてて、はい、裾はダブルになってます、はい。まあ、この辺のダブルの仕様とかはビスポークなんで、シングルだったらシングルがいいとか、丈の長さはもうちょっと長くしてほしいとか、はいはい、まあ、決められるんでこの辺は変更可能です、はい。で後ろがダーツが2本片側に入ってて、フラップポケットになってますね、はい、っていう感じなんですけど、ディティールは、はい、秋冬のシビルと違う場所が、違うポイントがあるんですね、はい、っていうのがまずここの膨らみですね。膨らみがウエストに対してこう出るわけじゃないですか、はいはい、この膨らむ部分がちょっと下がってるんですって、腰をちょっと下にしてて、はい、でだから膨らみ多分この辺なんだよね、この辺からまっすぐ落ちてる、はいはいはい、腰下ぐらい、そうこの辺から下がストレート、はい、ここまではちょっとこの膨らみに対して傾斜がついてるような感じになってるってことだね、はいはい、だからこれを下に下げて本当履いている時に旗から見てもこの膨らみが分かるように、はいはいはい、あえてこうちょっと下に設計したって言ってました、はい。でさらに言うと、その下にしたことによってここの膨らみにかけての傾斜が綺麗に出てほしいっていうことで、裏側なんですけど、はい、ポケットの袋布を腰回りにこう当てることによってここの張りがちゃんと出るように履いた時に作られてるんですって。だからその辺がもう前のシビルとは全然違う一本になってますね。であとちょっと裾もこれは僕の要望で太くしてほしいってことで、はいはい、もうほんとストンと落ちるような、うん、そうだよね、うん、前のシビルテーパードはかかってもちょっと、そう太めだけど若干のテーパードがかかってて、うん、でそうじゃなくて、まあ春夏だしちょっともう太くてもインパクトある方がやっぱさ、うん、軽装になってきた時にファッションしやすいから、うん、その方がいいなと思って、まあほんとまっすぐのストレートに、はい、してますね。ということでそんな一本なんですけど、 N さんから見て面白いなって思う部分あります？面白いなって、まあでもその腰の位置を下げてることで、うんうん、なんていうの、パンツスラックスだけど、うん、よりなんかモードっていうかさ、モードだね、わ、うん、かるわ、シルエットでちょっと違う、違うね、うん、新しいパンツっていうか、うん、うん、な感じがして、でも上はすごいスラックスっぽく綺麗で、うん、そこがなんかバランスがすごい取れてるなっていう、そうなの、なんか見ただけだと結構シンプルなワイドスラックスかなって思うんですけど、履いた時のこのなんていうのかな、モードで若干土っぽさとか渋さもあるんだけど、それが全部ザ・アルチザンみたいな、ああアルチザンブランドのこういう感じねっていうよかは、はい、どこかしらにあクラシックな要素もあるみたいな、うん、見た目になるのがすごい面白くて、その悪い言い方してしまえばどっちつかずなんだけど、逆に全要素感じられますみたいな、はいはいはい、一本ですげえ面白いんだよね、はい、超かっこよくて、正直これを履いてもうコーディネートしたいなっていう、ああそうだね、うん、感じなんですよね。夏とかちょっと寂しくなるから、うん、そういう時にこういうインパクトあるね、パンツとか、そう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 、履くといいかな、うん、主役になってくれるようなパンツだよね。そうだね、一応これ僕用に作ってもらったゲッさんでこれを履きます。はい、いきますよ。レッツゴー。ついてこれなかった。どうしたって思った。心霊映像みたいな、お邪魔するみたいな。寿司三昧、いや寿司三昧言っちゃうわ。結局な。いや俺らは寿司三昧つってな。ということで、はい、こういう感じですね、はい、今一周のシャツを着てるんですけど、ちょっとね、かぶっちゃって分かりづらいと思うんで脱ぎますね。一肌脱ごうか。お願いします。俺が、はい、しょうがね。出てきたなボスが。あーめちゃくちゃ綺麗だわ、やっぱその腰らへん、こういう感じ、うん、やっぱこうストンと、うんうん、シルエットとこの膨らみがやっぱこう来てるのが分かると思うの、はいはいはい、膨らんでる、綺麗に腰から膨らんでる感じが
それがすごいいいなっていう。そうだね、めちゃくちゃかっこいいわ。かっこいいでしょ、うん、これ色もすごいいいしさ。そうだね、うん、竹のバランスも最高で、かといってこの膨らみもさ、すごいうわーめっちゃワイドなやつ履いてるっていうような、なんかワイドさとは違うと思うんだよね。なんかトッピになりすぎてないというか、はいはいはい、はい、いい感じのボリュームかなっていう気がして、本当になんていうのかな、一本で主役になれるような、うんうんうん、パンツかなって気がしますよね。そうですね、うん、でまあやっぱ足元の革靴はこれもディミシなんだけど、はい、ヒール高めの靴の方、ヒール高めっていうかヒールのある靴の方がいいと思うの。あボリュームあるからちょっとこれに対してフラットなソールとかスニーカーになっちゃうと、うん、足元負けるんだよね、このボリュームに対して。うん、だからこういうヒールあったりちょっとくびれてるような靴の方が結構綺麗に見えると思う。確かに丈もなんかその今ぐらいので、うん、靴もちょっとちょい何 ごついっていうあれじゃないけど、靴がちょっとしっかり見えるような感じのバランス。そう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 、うん、分かるわ、めちゃくちゃかっこいいもん。裾回りとかこのボリュームで靴が隠れちゃうと結構負けちゃうから、うん、こういったちゃんとした革靴とか履いてもらうといいかな、はい。で一応サイズシームレスなんですよね、これだから筒状が結構シュッと出て、はいはい、であと正直今生地めちゃくちゃ張ってる状態だと思うんで、はい、もうちょっと歩いたりこう座ったりしてシワとかリネン入ってるんで、うんうん、リネンの効力で柔らかくなったり、うん、こう落ち感とかが出やすくなるかなと、はいはい、変化すると思いますね。そうだね、あとまあそのバフで高密度で慣れてるから、うん、当たりとか経年変化とかもそうだね、なんかそうだね、うん、絶対その辺はいいよね。うん、だからどうなってくるんだろうね、やっぱちょっと光沢が出てくるような、ああかな、そうだと思う。だから 10C の OJJ に近いかなと思ってて、うんうん、こういうところはちょっとしらっちゃけと光沢出てきて、うんうん、めっちゃ面白そうだねこれ、うんうん、そう考えると素材感がやっぱし重いいね、いいよね、うん、この素材の雰囲気が強めなのにめちゃくちゃ密度高いから、なんて言うんだろうな考えてから喋ろうぜ。かといってもちろん春夏に作ってもらってるし、うん、高密度だから暑苦しいとかもちろんないんだよね。ああ。なんかもうねこれで暑いとか言われたらもうじゃ裸で生活するしかないもう夏は何着てもさ暑いからさ、うん、という感じでしょうか。はい、いいですか。はい、じゃあありがとうございますということで、はい、NP、はい、僕が履いたのを見て自分だったらどんなコーディネートしたいと思った？これに、うん、リネンのノーカラー、ノーカラーっていうかスタンドカラーの黒のシャツ、うん、ああはい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 、よかったよかったよかった、うん、を真ん中の2つぐらい締めて、はいはいはい、でなんか白 T とかで、うん、でね なんかバケハだけどもうリネンとかで作ったようなのにリミシのサンダル、はいはいはい、じゃあ結構開放的で夏で、そうだね、アウトサイドな、うんうん、ちょっとモードっぽく、うん、モードっぽい、うん、でなんてなんかね金閣寺とかピンポイントで攻めるね金閣寺行く、なんかちょっと袴っぽさ、裾幅があるからか分かんないけど、はい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 、そういう雰囲気もちょっとあったり、うんうん、その素材感とかも、うんうん、あるからちょっと歴史的な建物とかに行きたいと、うん、いいですね。でもなんかこのモード感があるものっていうのは、はいはい、なんか金閣寺もちょっと相まってるのかなと思って、金一面で作った、うん、かっこよさそうだよね、うん、渋そうな感じするね。そうだね、そのロケーションとすごい合ってるなっていう。なるほど、そういう歴史的建造物を訪れたいと、うん、はい、一人で、一人ですね。でも今回は人はいました、イメージしてる中で。ああまあね、観光名所だからねもちろんいるでしょ誰もいない金閣寺なんてめったにないから、はい、僕は、はい、モーラペルって言った瞬間に、うん、かぶったかなと思ったんだけど、僕ねリアボワークのジャケット、あ、はいはいはい、モーラペルブレザーか、エモンブレザー、はいはい、そういうソリッドな黒のジャケットに白の T シャツを合わせて、はい、足元はあのディミシの今度来るパステルローファー、はいはい、履いて、でちょっとカラーレンズ入ったメガネして、そのいでたちで飛騨高山、ああはい、 N さんと似てるんだけど、その、まあ、飛騨高山って小京都って呼ばれてるじゃん、うーん、かそういう情緒あふれる街並みをそういった格好で歩きたいかな、はい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 、なんか似合いそうな気がして。確かに、なんかやっぱそのさっき言った N さんは
モードな面に振るって言ったじゃん、うんうん、でも僕はちょっとこうスラックスの面を出してジャケットに合わせるっていう、はいはいはい、別のパターンでコーディネートしていこうかなって感じで、でも両方とも本当楽しめちゃうからいいよねこのパンツは、うんうん、そんないろんな格好できるジン&トニックのシビルフォーサマーですけど、はい、総括お願いします。総括は、はい、モードと職人の間みたいな、うん、アルチザンの間みたいな、はいはいはい、モードとアルチザンの間、うん、と言いますと、と言いますと、なんかモードってすごい似て、うん、似た目っていうかさ、その、うん、を一番重視してたりするわけじゃん。そうだね、うん、その履き心地とかよりもそのシルエットだとか、うん、見た時のイメージ、そうだね、モードってそもそもフランス語でトレンドって意味だからね。ああ、てかもちろんそういう見てくれとか、うん、そういうことですよね。うん、でアルチザンってなんかその見てくれってよりも素材感とか技術とかテクニックで、うんうん、本当に職人が一個一個作る、そうだね、作品みたいなものだけど、うん、これってなんかその作品っぽさもあるんだけど、はい、その腰の位置を下げるとかさ、うん、すごいちょっとトレンドっぽさもあって、そうだね、でなんかアルチザン結構切りっぱなしとかさ、うん、その手作業を思いっきし出しちゃったりするっていうのはあるけど、うんうん、なんかこれはちょっと隠れたところにあったりとかさ、ポケットをつながってるとかは裏見ないと分かんないことだし、うん、っていうのをなんかもう合わせたものだから、うん、なんか面白いんだけどすごい履きやすそうな、うん、はい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 、うん、でしかも印象も変わる、うん、本当にメゾンブランドとかのパンツって結構履くとさ、うわめっちゃいいわって、うん、こんなスタイル初めてだって思えるデザインとか多いじゃん、はいはい、そういうのあるんだけど、でもなんかシンプルで履きやすさもある、うんうん、そういう一着なのかなって思いましたね今回は。はい、わかりました、はい、僕も書いたんですよオンラインページに、はい、その N さんが言ってくれた通り、このいろんな技術が詰まってアルチザンな部分、はい、多いんですけど、それが決して自己満で終わってないっていう、履いた時に履いた人本人もうわスタイル変わる、それこそ空気が変わるみたいな、うんうんうん、感じられる一本で、その職人の自己満をしっかり共有できるのが素晴らしい一本だなと思ったんですよ。はいはいはい、服好きにこう刺さるし、服好きならこう共鳴できるパンツだなって僕も感じたんで、モードとアルチザンの間だなって思いましたね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや本当に早くディミシのローファーと合わせたいんですけど、はい、早ければ来週末に来ます。はい、やっとっすね。はい、連絡取れたんでいやびっくりしたよ本当に、マジでずっとスルーされてから、ああもう来ないかと思ったけど、メンヘラだと思われてる可能性はあるってことね。俺がそうそう、あ俺が連絡しまくってるからで、しかもこの靴は今先行予約開始してて、そうで一応今現状で分かってる金額でつけてるんで、それが最低金額にしてるんだよ。あで、まあ、もちろん先行予約してくれた人はその金額で大丈夫なんですけど、あ届いてもう一回計算し直して定価が上がる可能性があるんで、うん、まあ、ちょっと現物もないし参考資料も少ないんですけど今、うん、予約してくれた人はその今の金額を、OK、サービスっていうかサービスですね、はい、完全な、なんでまあ一応お得に買えますみたいな話にしてあります、はい。でこちらもビスポークなんで、もちろんいろんなとこウエストの細さだったり丈感ディティール変更できるんで、はい、まあ、その辺はねお店に投げてくれれば、僕に言ってくれれば、はい、相談しますっていう感じで、でオンラインからのオーダーもちょっとこう体型とか言ってくれればこっちも作りやすいかなって思いますね、はい、ということで、まあ、これはオンラインサイトにも載ってるんでぜひチェックしてみてくださいということで、はい、じゃあ今週もよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。